イボン・ヌ・ブレイクはイギリス・マンチェスター出身の衣装デザイナー。イギリスとスペインの二重国籍である。1940年にイギリスのマンチェスターに生まれ、マンチェスター芸術学校で学んだ。後年にはハフ・ポストに対して24歳の時にアメリカ合衆国の映画で衣装デザインを担当した際、著名な映画プロデューサーに交換されたことがあると語っている。 1971年には、フランクリン・ジェイ・シャフナー監督作、ニコライとアレクサンドラの衣装デザインをアントニオ・カスティージョと共同で担当し、アカデミー賞では共同で衣装デザインを受賞した。1975年には、リチャード・レスター監督作、四十四でもアカデミー賞衣装デザイン賞にノミネートされたが、受賞は逃した。スペインの小屋賞では、 衣装デザインを4度受賞している。1988年に、ゴンサロス・アレス監督作、幻の白バイロンとシェリーで初受賞し、1994年には、ホセルイス・ガルシ監督作、クレードル・ソングで、2003年には、ビセンテ・アランダ監督作、カルメン、カルメンで、2004年には、メアリー・マクガキアン監督作、サン、ルイレイの橋で受賞した。 2012年にはスペイン映画国民賞を受賞したが、女優以外の女性では初めての受賞者だった。2014年には日本国際映画祭で生涯功労賞を受賞した。2016年7月14日にスペイン映画芸術科学アカデミーのアントニオ・レシネス会長が辞任したことで、ブレイクが会長代理を務めた。9月15日には会長選挙が行われ、 賛成193秒、反対50秒で、ブレイクが正式に会長に就任した。2018年1月3日には、脳卒中で倒れて、マドリードのラモンカハル病院に緊急入院した。2月3日のモヤ賞受賞式の主催を1ヶ月後に、控えての出来事であり、1月10日には、集中治療室を出たことを発表したものの、会長の座を辞任することも発表した。 同年7月17日、マドリードで78歳で死去。いずれも衣装デザインを担当した。ありがとうございます。